久々の登場、秋田のお笑いコンビマルキンズということで、本日2組目のゲストは桐谷信夫さんと皆川和夫さんです。よろしくお願いします。信夫じゃないですよ。信夫じゃないです。信夫です。信夫です。桐谷信夫さん。あ、信夫と、あ、ちょっと信夫って書いてるここに。マジで俺今間違ったみたいな感じで、信夫、こっちに信夫って書いてます。あ、そうだそうだ。おい、ビエ、信夫と。失礼しました。いえいえ、桐谷信夫と、桐谷信夫と、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、すいませんね。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね、しなちゃん。久しぶりですね。久しぶりです。はい、本当に最後いつでしたっけ、はなちゃん覚えてますか、最後来たの。うん、あんまし、ずっと前だね。うん、そうですよね。最後サミドリでできたか。いやいやいや、違うけど、なんかあのチョコいただいて。ああ、そっか。はい、うん、あ、じゃあ2月ぐらいですよ、ね、だいぶ前か。あれホワイトデーですよね。ホワイトデーで3月ぐらい、まあまあまあ、まあいいですけど、はい、ありがとうバレンタインありがとうございます、はいはい、でね、あの時、ね、ネタ披露して、花ちゃんがもうすごいね、笑ってくれてファンなんですね。ありがとうございます。大好きです、嬉しいです。ありがとうございます。はい、もう相変わらずね、もう相変わらずねって、まだ話何も聞いてないですけどね。はい、だって最初から面白いもの。まあね、ずっとなんか本番中も物を落としたりしてね、本当に迷惑かけてますけども、はい、で、みんなのマーケットにも参加しているお二人ですが、普段は何をしているのか知らない人のためにプロフィールをご紹介します。桐谷信夫さん。信夫です。信夫です。全部台本信夫で書いてました、ね。はい、マルキンズ桐谷信夫さん、マジックアワー桐谷デザイン事務所代表、人物商品写真撮影や写真講師として活動、広告デザインや事業応援フリーペーパーアキナイなども手掛ける、はい、やってます。ちゃんとやってます。続いて和夫さんです。写真な毎回毎回ね、はい、マルキン紹介代表遺品整理や生前整理、その他庭木の剪定や掃除、出張訪問、理美容業など、人に喜んでもらえることなら何でも行う、何でも嫌でございます。人のために2人頑張っておりますね。はい、はい、2人はなぜマルキンズを結成したんでしょうか。飲み会でね、やっぱりその彼がすごいネタが面白いので、はい、これはちょっと捨ておくわけにはいかんということで、うん、まあ、でちょっとこうやってみたらっていうので、うん、はいはい、いろいろ披露させていただいたら、はい、こんな、まあ、ラカンさんとね、はい、花ちゃんがこうやって応援いただきました。同級生なんですか。違うんですよ。湯沢なし。湯沢なし。あんだしか、はい、年齢全然違う。本当、はいはい、ね、同い年かと思っちゃった、うん、はい、いや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 、同級生コンビかと思った。またまた若いからね。結成してどのぐらい経ったんですか。でも何年だ。飲み友達としてはもう、ね、もう長いです。そう、マルキンズとか、ね、マルキンズとしては1年経ったか経たないか最近じゃねえか。あ、2年か、2年か、2年か、若手じゃねえか。雑ですかね。そうですね。はい、そんな2人の最近の出来事を写真で紹介します。はい、まず桐谷さんから。はい、こちら、これあれですね、今度イベントがあって高田由香さんの、うん、ライブがあるんですけど、それのポスターの撮影で、うん、撮った後の編集とか、うんうん、チョイスしてレタッチとかしてた時ですね。はい、ちゃんと仕事一応仕事してますよ。もちろん、はい、はい、続いて、はい、そうで、これはあの、はい、牛島のお祭り、うん、毎年あるんですけど、うん、それの私があの祭り団体も入ってますんで、はい、はい、相方が席ですね。これ写真の方を覚えてねえか、うん、ちょっとラカンさん。あ、そうです、ベコー、ベコーエランドさんですよ。なんで、はい、そうです、そうです、はい、はい、で打ち上げした時ですね。飲んでるね、はい、嬉しい、飲んでます。暑、はい、かったですね。まあ、うちでもの祭りやったんだ。やってます、やってます。民謡なかった。あ、どうですかね、今年はなんか天狗さんとかもね、いっぱい出てて、はい、やっぱりこんなに民謡の舞台はなかった。なかったですね。ただ牛島にこんなに人いるのかっていうぐらい、うん、すごい人いらっしゃって、若者いっぱいでしたよ、ね、はい、はい、じゃあ続いての写真、はい、これね、これはもう私の大好きなハリソン・フォードの引退映画っていうことで、はい、インディ・ジョーンズ最新版の映画でございます。はい、いや、ちょ、映画はいいんですけど、はい、なんか怪我してないですか。いやいや、これはない、犬にかじられまして。え、あ、忙しいね。いや、すっごい可愛がってたら、はいはい、あのガブってされて、はい、まあ、しょうがないですよね。それでも愛しいワンコです、はいはい、あ、自分家の犬ですか。はい、隣の家の隣の家の犬ですね。隣の、はいはいはい、このインディ・ジョーンズ、あの一言でぜひ感想をお願いします。ズバリ
ズバリ、はい、一言映画の感想一言でお願いします。3、2、1、愛でしたね、はい、はい、では続いて皆川さんの最近の様子写真見ていきましょう。そうなるんだ、こちらです。はい、もう、はい、これ何ですか。山口県で食事した後の写真です。山口ですか。何しに行ったんですか。山口、ちょっと研修でちょっと1ヶ月間ぐらい出仕事の、あの遺品整理の研修でですね。あ、山口で、はい、まで日本代表で、なんでユニフォーム着てるんですか。あ、ちょっと汗かいて、あの着替えたらこれしかなかった。他にあるだろう。他にあるだろう。これあの人だよね、うん、ブルーブルーブルーサムライ、ブルーブルーサムライサムライブルーサムライサムライブルーなんかな、なんかな。お店は全然関係ないですからね。代表でも何でもないですから、はい、全然関係ないです。でもやっぱりさ、こう売り出してすごいじゃん。売り出してるんですよ。はい、そう、なんか、はい、ね、売り出してはいないから。そうですね、別に背負ってないですから、うん、日本のね、悟ったみたいな顔じゃない。じゃあ続いて、はい、こちらお仕事の、はい、これは市営住宅の、うん、まあ、いわゆる大変失礼な言い方すれば、はい、組屋敷ですね、うん、で、まあ、片付けられない人が最近増えてきているので、うん、まあ、ケアマネーさんとかその、うん、お身内の方から、うん、ご依頼が、うんうん、やっぱりちょっとずつ増えてきてますね。これが整理後の写真も、はい、はい、もう綺麗にね、うん、意外とちゃんと仕事してます。仕事はちゃんとしてます、はい、ふざけるときはふざけるっていう、はい、これがこれがマルキンズ、マルキンズ、マルキンズ、はい、やるときはやる、ふざけるときはふざける、はい、これがマルキンズ、はい、使っていいですよ。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、あさって使おう。あさって、あさってじゃない、明日じゃない。はい、続いての写真です、どうぞ。これは小川の方なんですけども、はい、お盆前に、お墓をきれいにしてもらいたいということで、まあ、その13日のお盆の中日にこう親戚の方たちがこう来るみたいなので、うん、7つぐらいお墓があるのかな。お、でそれ全部きれいにしました。女装後の写真どうぞ。おー、きれい、めちゃくちゃきれい、うまいな、めちゃくちゃ仕事してます。こんなきれいだったんだ、たくさんすごいな。これ一人で全部、これ私一人で見知ったんですか。手で手やっぱり、まあ、手でね、こうやって手でって愛情込めて、愛情込めて、自然薯こう火の全部今カメラ映ってないから、はい、これ何時間ぐらい作業やったんですか。朝10時頃からやって、うん、で処分場が閉まるのはだいたい4時くらいなので、うん、まあ、それまでの間にはもう目いっぱい、はい、すごいな、ちゃんとやりますね。ちゃんとやってるんです、私。仕事してますね。急に声荒げるから。これふざけるときはふざける、やるときはやる、それがマルキンズ。ありがとうございます。あ、いいですね、はい、まあ、こんな2人ちゃんと私やりました。はい、最近の出来事でやらもらった、ちょっと静かにしてもらっていいですか。はい、最近マルキンズとしての活動状況はどんな感じですか。はい、先日はい、ニカホの、うん、老人介護施設に行きまして、はい、呼ばれました、夏祭りに。もう仕事もらい始めてる、はい、はい、なんだっけ、ダンスのチームと民謡の方たちと、 それからマルキンズと、そうです、三部作、三部作で、その、介護施設の、うん、お年寄りの、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんいる前で、うん、サンズの川の案内人を、まあ、前回やったさせていただきました。最高の失礼な受けは、失笑です。あ、まあそうでしょうね。かなりセンシティブなコントをねやったんですけど、みんなその、高齢の方いる前で、はいはい、サンズの川を初めて渡るという方でちょっと手を挙げてもらってよろしいですかとかっていうのをやりました。ね、うん、何人か手を挙げてます。何人か手を挙げて分かってくれる人もいるわけですね。なるほどね。はいはいはい。めっちゃあるじゃん。受けるそんな受ける、はい、それは初めてだよね。あ、じゃあ今もうまさに絶好調っていうこのマルキンズですけども、はい、今日なんと新ネタを、新ネタあります、はい、来てくれてますので、はい、ぜひ披露
してください。お願いします。ありがとうございます。また進路じゃね、はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。いいんですか。やってください。じゃあ行っちゃいましょう。よくあのバウとかっていうやつで、こう面白い、回答の本があるんですけれども、うんうん、その中からちょっと抜粋したやつを、はい、フィリップでまとめましたので、フィリップ芸でございます、はいはい。問題、はい、1とその数でしか割り切れない数字を何というか答えなさい。これ答え素数素数です、ね、はい。面白回答、はい、人生目線がすごいシビアで、目線シビアですよ、はい。次、問題、過去に当てはまる言葉を書きなさい、はい。この前の〇〇は水に流そう、うん、はい。面白回答、この前のそうめんは水に流そうですね。あ、話を笑ってくれた。嬉しい。ラカさんも失笑。問題、物体は止まっているものは止まり続け、はい、動いているものは同じ速度で同じ方向に動き続けるという性質を持っている、うん、この性質を何というか、これあの正式には慣性の法則と言うんですけど、慣性も、習ったわ昔。おー、よかったよかった。アンサー、流されやすい性質ちょっと噛んじゃった、ごめんなさい。今生活って言いました、完全、はい、流されやすい性質、はい、流されやすい性質ですね。問題、次のカタカナの部分はを漢字にしなさい。小康状態の患者。小康状態、あれか、分かった、ちっちゃいに、ちっちゃいです。そうそうそう、これ正しい答えは、うん、あの、小康状態、これ、はい、そうです。で、面白い回答はですね、うん、小康状態ですねこれあの葬儀屋さんの方の証拠ですね。中川さんの目線が、これはちょっと面白いね。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。問題、はい、次の人物が書いた書物の名前を答えなさい。清少納言、これはもうね、これはもう分かりますよね。おバカ回答、春は揚げ物揚げ物がいいですね。やっぱり花見には唐揚げないと。そうですね、山菜のね、これはね、春は揚げぽよ揚げぽよはね、私一生してるじゃん。めっちゃ子供泣いてるな大丈夫かな。集中せえよ。はい、すいません、はい、すいません折れちゃダメですよ、折れちゃダメです、もうやりきってください、逃げれませんから。日本語で最後にランドがつく国名を3つ記入しなさい、はい。あ、ニュージーランド、ディズニーランド、サマーランドですね、はい。あ、どうもありがとうございます。サマーランドディズニーランドじゃない、ディズニーランドですね、あんまりこの会社ですねまだまだいけるね、まだありますかね、かもう一つ、はい、あります。もうぜひやってください、まだ時間大丈夫。ありがとうございます、はい、お願いします。ちょっとやって、これはだって番宣だもん。あ、番宣、番宣ある、番宣、番組やってるんですか。な、番宣番宣っていうか、あの、あ、番宣っていうか宣伝ですか。はい、いいですか。あ、いいですね。すいません、あの、マルキ紹介の、はい、マルキ紹介のね、宮川さん、9月より9年間皆様にお世話になりましたマルキ紹介は姉妹事業部マルキ紹介になります。新しい事務所の住所はこれもフリップで、大曲り福住町8-15です。え、マジの宣伝してんだ、ま、マジの。あ、どうぞ、あ、どうぞ。姉妹事業部は人生で姉妹に関わる全てのことに全力で応えます。遺品整理、生前整理、樹木剪定、草刈り、散骨、お焚き上げ、永代供養、墓じまい、空き家管理です。どんなことでも結構ですお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。対応エリアは秋田市、片上市、大仙市、仙北市です。よろしくお願いします。010-080-601-5482 です。よろしくお願いしますはい、終わりました。やりきりました、やりきりました。花ちゃん、はい、どうでしたか。あ、もう一つあるか。あ、はい、ちょっと、はい、ちょっと花ちゃん笑かしてくださいよ、はい、お願いします。サウナにいる人、はい、うん、
カズタカだべ、はい、ヒロシだべ、うん、カズキだべ、はい、これ全部あの商業の野球部だ。おお、そういうこれスキームで。ちょっともう一ついいですか、花ちゃん。まだ花ちゃん女子版できる。もう一つ、もう一ネタお願いします。しのぶだべ、まさこ、かずこ、これ精霊のバレブだ。面白かった。精霊のバレブのメンバーなの。我々はあまりほら知らないでしょ。知らない系が多い。知らない、ね、知らない系が多い。喋ってさでバレあー、はい、嬉しい。でね、面白い。もう一ネタ短いのいけます。あとあれ、ね、じゃあどうぞ、はい、あのミュートのね、ミュートのあのあ、でもこう座ってやれるもの。あ、そうですね、座ってやれるものちょっとやってもらえたら。座ってやれるもの、座ってやれるもの、座ってやれるもの、座ってやれるもの。立ってもいいよ、じゃあ。あ、立ってますよ。じゃああれですね、あのミュートの、ミュートの、ミュートの、はい、はい、いいですか。要するに消音にした時の高校野球、はい、旬なネタですね。で、あの監督がね、喋ってんじゃん。はい、マルキーズのお二人でした。ありがとうございました。イエイ。パントマイム。さあ、すごい変な空気になったので最後花ちゃんに、ね、はい、歌ってもらって、ちょっとマルキンズも一緒にこうパフォーマンスしてもらえたら、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、真面目にやれって言って。うまいな。お米にお酒飽きたすみ。はい、足のしなちゃんは南通り外区親子ふれあい夏祭りと中通りにニューオープン町酒場フェスティバルの2つをお送りします。はい、明日もしなちゃん生放送でお会いしましょう。めっちゃ変な空気だけど。あれしゃー。